こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。今日は16周年コンサート初日でした。2008年から2012年までの曲を披露しました。どうでした？見てた？見てたかな。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。楽しかったですね。なんかあっという間でした。そう、でも3時間半やばいね。なんか普通にさ、なんだっけ、裏にさ待機しててさ、もうスタッフさんがもう今で30分押しみたいな言ってて、この曲で30分押しって何みたいな。そう、めっちゃまだ曲数あるけどって思いながらそうやってて、そう30分押しだった。そう、押してたんだって。こんばんは。いや、でも本当に楽しかったですね。もう盛りだくさんでしたね。本当に鬼滅シャッフルしたり、シャッフルして曲披露したりとか、客席も行けたりとか、バンドブロックがあったりとか、他にもたくさん楽しかったですね。まあ明日も明後日もあるんですけど、一旦初日は無事に終わったということで、はい、楽しかったです。センターに立つところ見れて感激だった。嬉しい。そう、鬼滅ブロックで、あ、そう、鬼滅ブロックでね、ドラフト2期生さんと8期とドラフト3期生で青春を恥ずかしようやったんですけど、そう、なんとセンターでやりました。楽しかった。初青春は恥ずかしいだったんですけど、ずっとやってみたくて普段から普通に聴く曲だったから、そう、めちゃね嬉しかったです。超楽しかった。めっちゃ練習したからさ、みんなでそう、めっちゃみんなで練習したから、そう、本番が一番多分できたと思います。毎回どこかしら間違えちゃうぐらいにはちょっと難しい曲だったんだけど、そう、今日初めてちゃんとできた気がするそう、衣装も可愛いんですよ。めっちゃ可愛いんだよね。ちょっとジャケットが短めだからね、そう、スタイルよく見えるんです。こんばんは。ギフトありがとうございます。そう、今回亀子さんもねいらっしゃるっていうことで、もうちらほら上がってるのかな、写真が。嬉しいですね。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日何食べた？サラダいっぱい食べたケータリングのサラダが美味しすぎていっぱいサラダ食べました。3回くらい食べた。終わってからもうサラダが食べたくて食べたくて仕方なくて、すぐサラダの元へ駆け込みました。ベジタリアンすぎ、もうサラダサラダみたいな、サラダを求めてましたね、私の体が。なのでいっぱいサラダ食べたよ。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。
明日もこんな感じでね、たくさんの曲やるので、明日も明後日も楽しみにしていてくださいね。誕生日おめでとう、ありがとう。そう、なんか練り歩きの時に本当にすぐ横みたいな感じでファンの方とね出会ったりとかしたんですけど、そう、誕生日おめでとうって伝えてくれる方めっちゃ多くて嬉しかった。練り歩きで、ありがとうございます。こんばんは。昨日来れなかったので今日お祝いおめでとう。 ありがとう。無事に21になりました。今日もメンバーがお祝いしてくれて、なんかギャルな後輩の川村ゆあちゃんが、なんかゆずぷさん、なんか誕生日知らなかったですみたいな、おめでとうございましたって言われたおめでとうございましたって言われました、ギャルな後輩に。ありがたいですね、なんか一日置いててもね、なんて言うんですか、お祝いしてくれて知らなかったなみたいな、いや22歳でしたっけ、いや21だよみたいな、21だし、そう、あれ一昨日でしたっけ、いや昨日みたいな、もう全部違うの、私が言うことに対して全部違うんですよ。もう適当すぎますね、本当に。もう嬉しいけどね、お祝いしてくれて、勝手に22にされたりとかさ何も知らない。そう、でもゆあにゃんはね、そう、なんか気づいたら手が触れてるみたいな感じで触ってくるんですよ、こうなんか、わー、こういう感じで、そう、いい女ですね、良くない女ですね、こういうの。センターお疲れ様でした。ありがとうございます。無事に。一番楽しかった本番が。一番ね、できたよ。明日周年婚行く。あ、明日来てくれるの？嬉しい。彼女になれますか？あ、そう、彼女になれますかはね、そう、歌い出しでした。姫たんと糸美希と、そう、糸美希も今日なんか昨日言い忘れちゃいましたとおめでとうって言ってくれたりとか、そう、優しい。まやさんも言ってくれた。まやさんには私石黒って呼ばれてるんですけど、石黒おめでとうって言われました。嬉しいですね。今日はちょっと盛りだく、今日はっていうかもう明日明後日も盛りだくさんなので、そう、練り歩きもねめっちゃ距離近いしね、そう、楽しかった。明日は3階席です。お、まあでも2階も3階もどっちも行ってるので、まあもしかしたら明日は行かないかもしれないけど、そう、ちゃんとみんなどこにいるか教えてね。今日はでもあれを飲みました、ブルーベリー、なんかサプリみたいなやつ、視力ちょっと良くなるかなと思ってブルーベリー飲んだ、開演前ちょっと変わった気がするどこら辺にいるか教えてね、ちゃんと。席遠かったけど髪の長さと食感のおかげで見つけた。本当？なんかさ、カメコのさ写真で髪長と思って、いや普通に生活しててもさ髪長いなと思うんだけど、写真に写るとさ、そう、めちゃめちゃ髪の毛長すぎみたいな、めっちゃ長かった。明日は何の髪型しようかな。そう、今日はなんか下ろしたくて下ろしちゃった。初めて下ろしました。ほぼ亀子がいる時にはあんまり下ろさないんですけど、初めて下ろしてみたけど、明日はどうしようかな、迷っちゃうね。そう、ペンライトも見えてるからね、うちわとか
あとビブスがマジで目立ってる。今日も見たんですけど、今日前の方に2人ぐらいいたのかな。そう、すごい目立ってた。いい意味でね、もちろん。いや、いいグッズですね、ビブス。だからちらほらだって8期のビブス着てる人いてさ、いいグッズだなって思って見てた。やっぱうちわも目立ちますけど、何よりビブスがすごい、主張がすごい主張がすごくて素敵でした。こんばんは。ゆずぼのセンターバイルってコメントがニコ生で、嬉しい。そうなの、嬉しいですね。こんばんは。頑張れちゃうな、そんなコメントいただくと頑張れちゃうな。ギフトありがとうございます。ありがとう。今日はちょっと明日も朝早いので、何時までやろうかな。15分に終わろう。15分までやりますね今日は。こんばんは。今日会場で生誕祭の応募した。わあ、そうだ、生誕祭の告知したかったんだ。今日も遅いな、ちょっと明日にしよう。わあ、今日本当はしたかったのに、やらかしてる、最悪だ。やっちゃった。今日やろうと思ってたのに忘れてたわ。まあバブルでは生誕祭応募始まったよって言ったし、まあきっと私のこと好きでいてくれる人は知ってるか。いや、でも行った方がいいね。ちょっと告知しますね、明日には。絶対に明日には絶対に。すみません。ギフトありがとう。ありがとうございます。こんばんは。忙しい。そうだね、生誕祭終わるまではちょっと気が抜けないな、抜けれないですね。公演、生誕祭まではちょっとせかせかデイを過ごすことになりそうせかせかデイやばい。生誕祭なんとか行けそうな日で助かった。わあ、よかった。みんなお祝いしに来て、私のお誕生日をお祝いしに来て、待ってるよ。夜行バスなんでも寝ます。わあ、本当に夜行バスって体バッキバキになるよね。本当気をつけて帰ってください。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。長丁場お疲れ様。体力はね、そんななんかめっちゃ疲れたって感じ、さすがに、なんかめっちゃ全然あと1個踊れますみたいな感じではないけど、もう歩けないみたいな感じではないかなって感じ。わかりにくいかわかりにくいかちょっと、うん、でもなんか全然ね、踊れます。まだだってなんせあと2日あるからね。これが2日あって、2日空いたら鉄生あってって感じのスケジュールだから、
そう、いやでもアドレナリン出てると思います。一気に来そう、なんか終わった途端に終わった途端に疲れがドンってきそうな感じはするけど、どうですかね、ちょっとわかんないな。ありがとうギフト、ありがとうございます。いや鉄菜は本当にもう結構記憶がないので結構やばいかも結構やばいかもっていうか、なんだろう、めっちゃ振りが分かんないとかじゃないんだけど、結構あんま覚えてないって感じ。こんばんは。公演自体は3ヶ月ぶりとかかな、鉄菜は。そう、全然出てなかったので久しぶりです、鉄菜に出るのは。こんばんは、こんばんは。ギフトもありがとうございます、ありがとう。こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。無事に怪我なく1日目を終えることができました。安心ですね、安心です。明日どんな髪型かな、決まってないけどあげたいな。明日はちょっとおろすの、別に暑いわけじゃないけど、うーん、あげたいっていうかまとめたいな。何がいいかな、迷うね。迷いますね。あと2日間も楽しみましょう、楽しみましょう、楽しみましょう。明日もいい天気みたい。あ、そうなんだ。でも最近朝が寒くてパーカー着てる。朝とか夜とか、朝と夜急に寒くなったくない？そうだからパーカーをね着るようになった。でもライブ中はきっと暑いよね。だって普通に見てるだけかもしれないけど、声出したりとかさ、暑いよね。こんばんは。朝ちょっと寒くて起き、あーわかるかもしれない、わかる、その感じ、起きちゃうよね。こんばんは。楽しかったな、本当にめちゃめちゃ楽しかった。あっという間でした。なんかまあでもリハ期間が長かったっていうのもあるけど、本番がやっぱ一番早く感じるかも。踊ってて、歌って踊ってて、すごい、もう終わりかって思ってだから、そう、なんかすごい早く感じた。いいことか。でも
早寝るね、早く寝たいですね。ちょっと眠たくなってきた。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。まつげがいい感じ。まつげはね、そう、まつぱに行けたのでとっても綺麗です。今綺麗です。もし寝る気、練り歩きやって言うぼさえの知らんやつだったんです。練り歩きあるよ。今日あったからね。明日もきっと近くに行きますけど。そう、思ったより本当に距離近いからね、びっくりしちゃうよね、ファンの人も。なんか、キャーみたいな感じだったよ、今日も3階席とかいたとき。そう、いいことですね。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。握手会より近かったね。だってもうここにいたもん。ここにいたよ。近く、この距離でいた。本当にリアルに本当すぐそこにいたよね。でもこれがザ練り歩きって感じがして私は好きだけどね、すごい。前まで練り歩きできなかったけどさ、コロナ禍とかで最近になってね、できてね、嬉しいですね。こんばんは。でもなんか練り歩きとかのアドバイスは結構なんか推しメンどこみたいななると思うんですけど、推しメンがもし近くにいるかもってなったら名前呼ぶべきだと思う。私も今日ユスポーって言われてわーみたいな感じで反応できたりとかするので、名前呼んであげると、まあその場にいるメンバーの名前呼んでもいいと思うんですけど、推しメンに気づかれたいとかいう感じがあるなら言った方がいいです、絶対に。もう言うべきか言わないか迷うみたいな思うぐらいだったら 言うべき。まあ 言っても気づかれなかったらそれはそれでって感じだけど、もしかしたら言ってたら気づいてくれたかもしれないって思ったらさ、ちょっともったいないじゃん。だから言った方がいいよ。いっぱい名前呼びましょう。そう、結構練り歩きも本当にいろんな顔が見えるからさ、ファンの方のね、そう、もうこうわーみたいな感じなの。そうだし、なんだ、本当にもう止まってたりとかしちゃいけない、なんてしちゃいけない時とかもあるから、こう流れでこう 歩いていかなきゃいけないとかもあるからさ、そうそうそう、そういう感じです。ぜひお名前呼んでください。あ、15分、そろそろ終わろうかな。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。また明日会いましょう。明日もよろしくお願いします。明日2日目ですね。はい、2日目の2日目のコンサートよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみ、またね。